はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。なんか新しいイベントでもやってると思ったら、メンテナンス？ああ、まだ先ですね。なるほど。デイリーガチャ引きましょう。ガシャゴーゴー。さて、入球できる状態になったので入球させましょう。戦績がメルボルンカップ勝ってますよね。前回。自分は取ってます。アニマに出させるのも。まあ手かもしれないですが、ゴールドシップ調整もいいですね。香港もいいかもしれない。まあ WBC かな。なるほど、バーザー取ってないのか。 JC はちょっと間に合いそういないよな。まあね、馬風石をもらえるというメリットもあるんですよね。ただ、お金が稼げるだけじゃなくて。で、馬風石はお金に換えることもできるんで、それで狙っていってもいいかもしれないですね。アリマ行きましょう。あれ横乗りが乗ってなかったっけ。横乗りなんですよね。別チョッキー変えないといけないのか。こっち行きましょう。あ、ここで馬体重確認しなきゃいけなかったですね。まあ負けると結構能力の減退が激しいということで、まあ勝ちたい、確実に勝ちに行きたいですよね。もう一絞りか。どうしようかな。スタミナ上げてもいいけどな。まあ、あえて調子回復でいこう。これで476になったら、もう少し馬体が増えれば完璧かなになるんで、疲労回復ですね。悩むな、4キロ前に。疲労回復、これかな？あ、480がベスト体重ですね。OK です。では、香港カップ行ってみましょう。
お、1.2 倍、圧倒的な1番人気、グリグリですね、印も。人気はですね、ドゥーナデンが 9.9 倍、2番人気。3番人気が、もう30倍いくのか、ミアンドルか。が、丸がですね、11番ジャガーメールと、12番ダンシングレーンについてますね。ちょっと11、12の副賞は面白いかも。はい、こんな感じですね。さあ、スタートしてみましょう。香港バーズです。さあ、先行争いを地味にやってますが、3番手かな。まあ、落ち着いていってますよね。さあ、ここで仕掛けていきました。直線はそんなに長くない。さあ、ダンシングレインが頑張っているぞ。まだここでかわして先頭に立った。さあ、ダンディーノが追い込んでくる。ちょっとダンシングレインは苦しそうだ。ぶっちぎりですね。3馬身の差をつけました。理想的な競馬です。あ、もうクリアしてるのか。まあ、いいレースではありましたよね。お、いろいろもらえる。ショートケーキはありがたいです。プリトラックか。さあ、チーズを。で、ここはですね、もうショートケーキですよ。ショートケーキで確実に成長させていく。これでついに一番前を突破しました。
はい、というわけで、今回、見事に香港バーズに勝利することができました。はい、皆さんのおかげだと思っております。はい、スターホースポケットの動画をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうではですね、チャンネル登録者数増やしたいと考えております。この動画をタイトル欄の右側にチャンネル登録ボタンございますので、よろしければ登録お願いします。また高評価、コメント、 SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければアクセスしてください。またこの動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。そちらもよろしければアクセスしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。